演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらセブンイレブンの甘味を4品買ってきました。ちらふわっもっつわもっちまきティラミステリーズショコラで、これは何だ、チョココロリンというお菓子、これはレジ横なので違う銘柄かもしれない。そして宇治抹茶と桜の和パフェ、これも美味しそうですね。チョコレートパフェ、どれも好きだもん。ではまずはこの異質なものから、異質なものっていうどうなんだろうね、これちょっとかりんとうまんじゅうみたいな硬さがありますね。中身はこんな感じで、ではいただきます。うまみが染み込みが染み込みで刺激もちょうどいい。やっぱりこのバランスがすごいですね。さすが最大手もっちまきティラミス、なんだかオムレットみたいな感じですね。多分もっちとが餅や巻きということは多分変わりないドラ焼きの一種だと思うんですが、ではいただきます。うん、続きましてはこちらテリーヌショコラ、以前食べたバスクチーズケーキ、それとはまた違うのかな。外側の紙を剥がすとこんな感じになってますね。いや濃厚そうだなこれ。ではいただきます。ラストはこちら伊藤伊左衛門さんという会社のお店が監修された宇治抹茶と坂の和パフェです。以前ファミリーマートでもなんか抹茶の名店らしきお店が監修されたシュークリームやパフェなどが出てきました。これもそれとはまた同じ系統なのかな。また同じっていうのもおかしいです。確かに抹茶のいい香りと桜のいい塩気がきますね。ではいただきます。最初に食べたチョココロリンはなんか見た目ちょっと硬そうだったんですけど、食べてみるとしっとりしていて、カントリーマームをちょっと中身を入れて巨大化したようなそんな感じでしたね。しっとりとした生地の中からザクザクとしたチョコチップを感じることができてとっても美味しかったです。意外と侮れませんでしたね。なのでこちらの点数とさせていただきます。侮るって失礼ですね。やっぱりでその次に食べたこちらのわもちまきティラミスは中にコーヒー味のわらび餅が入っていて、それがプルプルしていてそれももちもちしてて美味しかったんですが、ちょっとティラミスと考えるとチーズクリームが弱かったですね。もうちょっとチーズが多かった方がよりティラミスという感じがして良かったかもしれません。なのでそこはちょっと残念でしたね。こちらの点数とさせていただきます。そして次のこのテリーヌショコラ、これはもう口の中に入れた瞬間から濃厚でねっとりとしたチョコレートが口の中に広がってきて、それでも甘ったるくなくて口の中でチョコレートのいい香りを広げてくれました。バスクチーズケーキの同様とっても美味しくて、こういうケーキが増えてくれるといいですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ここまですごいなかなかないです。そして最後に食べたこの宇治抹茶の桜の和パフェは桜の塩気が程よく効いていて、抹茶の香りとはまた違った和の感じを与えてくれました。抹茶と合わせるとそれぞれの良さが本当に光っていました。もうちょっと桜を感じたいというぐらい量が少なかったのがちょっと残念ですが、味としては文句なしでこちらの点数とさせていただきます。やっぱりすごいな名店監修っていうのは。それでは
サングラス、髪を縛るぞ夕方まで。いや、サングラスでどうやって縛るんだよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。